指揮官の心の闇、私でも無理でしょうか。指揮官、一杯どうです？私を酔わせて変なことをすることができるかどうか指揮官の強さ次第ですよ。故郷ですか？美しい場所ですけど、指揮官ならちゃんと防寒対策しないと私は何も着ていなくても平気です見たい？指揮官、故郷の人はみんなとても素直ですよ。私も例外なくこのウォッカ一本飲み切れたら私に何をしてもいいですよ。別に寒くありませんよ。これぐらいは平気ですから。指揮官こそ防寒に気をつけてくださいね。囚われた姫は敵のなすがままにはなりませんね。私の場合は。ここの構造、最高も風通しもすごくいいですし、雰囲気もバッチリです騎士さんを期待しても、ここにたどり着く前にクマさんにみんな返り討ちにされていますね。なんてね。好きか？や、呼ぼよ、てびや。意味を知りたいのでしたら、私の国の言葉を勉強して一緒に里帰りでもしましょう。指揮官、防寒対策はちゃんとしていますか？里帰りの旅は寒いかもしれませんよそんなに心配しなくても大丈夫。私、ウォッカいっぱい持ってきていますから。囚われた姫は敵のなすがままにはなりませんね。私の場合は。